ご心配をおかけしたこと本当に申し訳ございませんでした。私の愛する光進丸がこういうことになりまして、ファンの皆さん、そして各方面の方々、多くのご心配とご迷惑をおかけしたことを心からお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。そしてあらりという、村の皆さんに大変なご協力とご心配をかけたことも重ねてお詫び申し上げると同時に、皆さん協力してくださっている方に心から感謝いたします。長いこと私を支えてくれて、多くの幸せを与えてくれて、あの船からたくさんの曲が生まれて、大勢の方々と一緒に楽しい時間を持てました。思い出は山ほどです。自分の半身を失ったぐらい辛いです。まあ長い間の相棒がこんな形でもって消えていくというのは本当に辛いです。人生は試練がいろいろあると思うんで、こんなことでめげないで、皆さんにご迷惑かけたことを本当に心からお詫びしながら、前を向いて頑張っていきたいなと思います。夢は捨ててません。